結局天啓さんに言っても何もつかめなかった。本当の自分はなんでポケモンになっちゃったんだろう。しばらくすればそのうち記憶も戻るだろうし、とりあえずここにいればいろいろ分かってくるだろうって思ってたけど、なんだかずっと分からない気もしてきた。あとオーベムたちのことも気になるし、今は大丈夫だけど、もしオーベムたちがここに来たら、村のみんなを巻き込みたくはないな。だったらやっぱりそろそろ動くべきなんじゃ、村を離れるべきなのかもしれない。水五郎とみんなとお別れすることになるけど、それでもみんなに迷惑をかけるよりは。おお、チャプター10、旅立ちの時、別れのチャプターやってきた。次の朝です。おはようございます。とりあえず水五郎に会いに行こう。この花さんじゃないか。おはよう、チコリータ。昨日はそのすまなかったな。いや気にするな。天啓さんに行けば何かわかると思ったんだが、まあ焦ってもなんだし、この際記憶の方はゆっくり戻していけばいいんでねえか。優しいなお前は本当に優しすぎるわ。まだ家置いてくれんのか。もうそうそう出てけ言われるかと思ったわ。はい、水五郎おはようさんでございます。よし、とりあえずは村の広場に行ってみようかな。何かイベントがあるかもしれない。おっと、ムービーが来ましたね。お、ロゼリアじゃないか。ラッタ、なんだか怪しい奴らがうろうろしているようなんだ。怪しい奴ら、オーベンか。まさかここ数日村の周辺でな、やばい感じ。頭が大きくてよ、3匹で行動しているんだ。え？まさか。君が悪いのよ。この間もスボミのことをじっと見てたと思ったら、互いに向き合って指をチカチカ光らせて、指がチカチカしてた。オーベムじゃね？確実にオーベムだよね。スボミを見つめていて何を会話してたんだろうね。気持ちの悪い。ロリコン的な？キモいね、それは。これはちょっとまずいんじゃないの？村の周辺に何かがいる。恐ろしいね。とりあえず、まずはじゃあつぶやきの方をね、お悩みの方を解決していきましょうか。ストーリーを進行させるためにはこれをプレイしていかないとね。つながりオーブで何かありますかね。誰のあれがあるかな。おっと、こっちにあるね。パチールじゃないか。どうした？見てみよう。救助、パチールと一緒。ミミコロのところへ一緒に行こう。友達を助けたくてだってね。新しい山脈2の F だね。よし、簡単だ。これ受けていきましょう。パチール、共にやっていこうで。これは簡単だよ。2階にいるらしいからね、新しい山脈の。難易度も1ですしね。よし。どうしようかな。誰連れていこうか。パチールも今回いますからね。じゃあメンバー編成でロコンをちょっと変えて、まあでも、誰がいいだろうな。正直誰でもいいんで、ニャスパー連れていこうかな。オッケー。出発！学校の友達とかのポケモンはレベル上げておいた方がいいよね。おそらくまたストーリーに出てくると思うんでね。おっしゃ、アイテム盛りだくさんじゃないか。攻撃リンクル。拾わないと、カムカムカム、拾う。ごめんね、パチルじゃないわ。ニャスパー一人で頑張ってくれ。俺はまずこれを拾うわ。これいる、絶対いる。リンゴなんているか、バカタレ。PPA だもあるね。いいぞ。わあ、アイテム落ちまくり。なんなのこれ。PPA だ、いる。交換、何いらね。あ、ただの種いらんな。ただの種はいらないんです。もう次のダンジョンの入り口あるしね。ははは、なんだこれ。なんか逆に誰かに申し訳ないな。おっと、木の実が落ちてる。ちょっと待って。これ何？うち復活の種じゃない。これも振り拾わないと。爆裂の種を捨てて、オッケー。よっしゃ、次行こう。ははいきなりアイテム部屋。おっと、これ下の中またある。種、これなんだ。あ、これだ、ただの種か。よし。いい。先に進もう。この先にいるからね。新しい山脈、2の F。どこだ？おわー、なんか近くにたくさんいるけどね。オッケー。ミミロルを助ければオッケーなんだね。たくさんちょっとポケモンがいるのはあれだが。まあ、いいだろう。レベル稼ぎには持ってこいだ。ヤジロンじゃねえか。さあ、頑張れ。ニャスパーいいぞ。ああ、混乱した。嘘んだろ？混乱してんじゃないよ。お前がダメ。よし、ニャスパーナイス。倒してくれ。混乱して何もできない。死ぬ。助けてくれ、みんな。よし。治れ、混乱。早く混乱治れ。よし、治った。お、またプチ復活の種だ。拾うことができない。交換しないとね。
ん、何いらねえだろうな。しのぎの枝、ピーピー枝、プチューカツ、くぼみ、リンゴだな。リンゴたくさんありますから、そんないらねえや。よし。どけ。はいよ。うわー、これまずいな。早く倒そう。パチ、おお、冬打ちが強いことは、お前一人で助けに行けや。確実に一人で行けたろ。ふは、なんで一人で行かねえんだよ。誘わなくてもよかったと思うんだけどね。さ、おお、チャージビームの技の威力がアップした。いいね。おお、だいぶ強くなってるね。しゃ、こっち行こう。こっちにいるような気がする。お金じゃないか。取っておこう。ミミロルを助けるのもいいけど、金回収もまたこれ俺の仕事だからね。どこにいる？ここにはいないな。よしよし、回避回避回避。どけ。水ごろどくんだ。オッケー。ミミロルさん、どこでございますでしょうか？あ、ここか？あ、いるね、いるね、いるね。たくさんポケモンいるけど。ドジョッチ来てるじゃない。いたいたいた。あの横に連れて行けばオッケーだ。オッケー、効果抜群。おいおい、寝てるポケモンに攻撃しなくていいぞ。ほっときゃいいんだよ、別にそういうのは。倒すの？倒したいんだね。オッケー、わかった。じゃあ倒していこう。毒タイプか。ダストダスね。はい、起きろ、バカだれ。寝ぼけてる場合じゃねえぞ。ノロマさん、おわっ！強いよ。強いよ。普通に強いよ。あ、いや。俺の三つ川、はい、水頃死ぬんじゃない、行くんじゃない。カモカモカモ。倒して。みんなで倒して。こいつ強いよ。強いよ。あ、いや。まだ倒せないの？強すぎない？ HP 多くない？よし。よし、倒した。オッケーオッケーオッケー。はい、これでオッケーだ。うん。パチールを連れてこよう。オッケーオッケー。移動しなくて、わかったわかった。いいえ、いいえ、いいえ。よし。パチール、隣に来るんだ。パチール？パチール、隣に来て。パチールをちょっとうまく隣に持ってこんとね。水ごろ。ほんで、よし、これでオッケーか。よし。あー、もう攻撃しなくていいの。よっしゃ、ミミロル発見した。グレートジョブ。最後、チコリーダーが余計なことしたね。勘弁してくれよ、チコリーダー。よっしゃ、これでクリアだ。ありがとうです。おかげで助けることができたです。何その喋り方。助けてくれてありがとう。音符マークおかしくね。感謝してる？まあ、可愛いから許しちゃうけどね。おっしゃ、つながりオーブでつながりましたよ。ねえねえ。おお、たくさんのつながりができたね。うん、脱出しよう。もうやることはないよ。不安定グッバイ。チコリータが葉っぱ買ったぶつけただけで逃げたよ。寝てたのね。ぐっすり快眠してたの。ごめんね。ぶつけちゃった。よし。今日も一仕事終わったね。ねえ、チコリータ。僕たちだいぶ実力がついたと思わない？てえ、最近ちょっと自信がついてきちゃってんだよね。このまま頑張れば見習いじゃなく、本当の調査団の仕事だってできそうな気がしてるんだ。うん、絶対できる。間違いない。めっちゃ笑顔じゃないですか。水ごろ盛り上がっちゃっているから相談しづらいな。でもオーベムたちはそのうちここに来そうな気が。そのためみんなを巻き込むことになる。それだけは避けなきゃ。やっぱりここを出るしかないし、水ごろにはそれをちゃんと伝えよう。ん？チコリタどうしたの？苦いものを食べたような顔してるけど、何か悩み事？こうこうこうで。実はチコリータは怪しいポケモンに襲われて、穏やか村まで逃げてきたんだって？そしてポケモンたちが村の近くまで来ているから、みんなに迷惑かけたくないからここへ出ていくって？そんな、せっかく知り合えたのに。でも、そっか。チコリータが人間だって聞いた時から謎めいているなとは思ってたけど、そんなことがあったとは。ずっと一緒にいたいけど、でもみんなを心配するチコリータの気持ちもわかるし、だったらここを出ていくのも仕方ないか。あ、止めてはくれないんだね。てっきり引き止めてくれるかなと思ったんだけど。ショック。と思ったけど、それなら、わかった。僕も村を出るよ。おー、水五郎急展開なんで？ちょうどよかった。僕前から村を出たかったし、実力もついてきたと思うから、もう外に出てもやっていけると思うんだよね。途中でそのオーベムって奴らに襲われたとしても、チコリータ一匹で戦うより僕がいた方がいいわけだし。決めた、チコリータ。一緒に村を出よう。早速家に帰っておじいを説得しなくちゃ。じゃあね、チコリータ、また明日。そういうノリで言ったわけじゃないんだけど。遠足に行くわけじゃないんだぞ。相変わらず強引だね。でも今の自分と水五郎ならオーベムと戦いそうな気がするかな。一緒に行くのもいいかもしれない。そうだ。こっちもこの花話さなきゃ。オーベムたちに勝てるいくら実力がついてきたからといって。
オーベルたちが村の近くまで来てるって。それでみんな迷惑をかけたくないから、チコリータはここを、この花やみんなにはとても世話になったし感謝してる。だからこそ村が荒らされるようなことは避けなくちゃ。わかった。が村を出てくる行くのはオラは反対だど。まだオーベムたちに見つかったわけではないだど。それにラッタやロゼリアの話も本当にオーベムかどうかわからねえでねえか。今下手に動いたら逆に見つかってしまうかもしれねえ。ここは動かず我慢だど。もう少し村にいた方がいいってな。この花言うことも一理ある。オーベムかどうかわかんないからね。まだこの花に反対されるとは思わなかったな。ラッタやロゼリアの話はどう考えてもオーベムたちだと思うのに、どうして反対するんだろう。とにかく反対された以上村からは出ていけないな。かといってこのままいても、もしオーベムたちがやってきたらどうしよう、こうしましょう。ダメだ、何も思いつかない。今日はもう寝よう。おやすみなさい。次の朝、おはようございます。かげこっこ。外の、お、チコリタ何を見つめてるんだ。この花だ。今日も気をつけてな。今日も気をつけてますよ。ありがとうね、いつも心配ありがとう。そういえば水五郎はうまく説得できたのかな。バカモン、昨日から何度言ったらわかるんじゃ。何度だって言うよ。僕行きたいんだ。村の外に出て本物の調査団に入りたい。調査団に入ってこの星のこの世界のいろんなものを見てみたいんだ。なんで分かってくれないの。やっぱり揉めているんだな。村の外は危険だからじゃろうが、そう思うのはわしだけじゃない。村のみんなもそう思っとる。そんな常識がなぜ分からん。分からないよ。それが常識なのかも分からないし、みんなが本当にそう考えているとも思わないよ。あ、こいこら、どこへ行く。僕今からみんなのところに行く。みんなどう思っているのか聞いてくる。おう、水五郎、カモン。まったくおじいのやつ、なんで分かってくれないんだろう。激おこじゃないですか。行こう、チコリータ。どこへ広場だよ。僕たちが村の外でもやっていけるかどうかみんなに聞いてみた、見るんだ。最近の活躍でみんなを認めてくれると思うし、おじいが間違ってるってことを証明するんだ。行こう、広場に。村のみんなに聞いて回ろう。意地になってるね、水五郎も。よし、村のみんなに聞くとのことだ。強くなった俺たちを評価してくれるか。ヌメラがいるね。え、2匹で旅に。そっか、水五郎もいつも村の外に出たいって言ってたもんね。でもそうなるともう学校で会えなくなっちゃうね。ヌメラ泣くんじゃないよ、かわいいな。敷地川どうなんだ。おめえじゃねえよ、もう聞いたわ。いいいい、おめえまた泣きやがったな。嘘泣きだなそれ。え、ここへ出ていくの。そっか、そうなったらすごく寂しいのと、それでも夢に向かって頑張ってほしいのと、半分半々かな。でも難しいんじゃないかしら。大人たち絶対反対するよ。そりゃそうだ。じゃあラッタはどうだ。ここを出るって。ダメだ、絶対危険すぎる。ジバコイル、なんと村の外へ。ダメですよ、そんなことしたら。村の外は危険がいっぱいなんですよ。保安官として、あ、当たり前のことを言っただけだね。カモネギじゃないか。旅に出るんだって。学校はどうするんだい。学校はそっちかい。というかそんな話先生が聞いちゃったらまずくない。じゃなくてこんな時先生どうしたらいい。知らねえよ、ネギ持っとけ、ふざけんな。何、村を出ていくだと。可愛い子には旅をさせろというが、お前たちにはまだ早いんじゃないかな。トゥー。いいよ、それはいいんだよ。ヤンちゃんもいるね。何二人で盛り上がってんだ。何、村を出るだって。できるわけないだろそんなこと。大人たちが許してくれないぜ。チョボマキ、お前はどうなんだ。え、外の世界に行きたいのか。無理だってそんなこと。なあ、無理無理、うるせえ奴らだな。無理って決めるから無理なんだよ、ハスブレロ。村を出るって。無理無理、絶対やっていけないって。だってお前たちまだ子供じゃないか。おっと、ここでムービーが来ましたね。おじの言う通りだった。大人たちみんなダメだって言ってたよね。やっぱり子供のうちはダメなのかな。うん、分かってる。心配してくれてるのは分かってるし嬉しいんだけど、でも外に旅立とうとする夢や勇気ももう少し分かってくれてもいいんじゃないかなと思うんだけど。チコリータ、僕気がついた。
今回チコリータのついでに僕も村の外に行こうって感じだけど、でもそうじゃなかった。僕はずっと調査団に憧れていた。ずっと村の外に出たいと思っていたんだよ。だからチコリータのことがなくても旅立ちたかったんだ。本当にずっと前からそう思ってたんだ。だけど、水五郎、チコリータごめん、一緒に行けなくって。あ、そのことなんだけど、こうなったんだ。この花さんに反対されたの。そっか、チコリータは村から出るなって言われたんだね。でもチコリータはオーベムたちに狙われているわけなんでしょ。それなのにどうして、なぜ、 why。 なんか考えるのも疲れてきちゃった。やる気も起きないし、今日はもう家に帰ろっか。やる気が起きないってなんだよ、とぼとぼしすぎだろ。あれ、今誰かに見られていたような。誰に、怖い、気のせいかな。絶対気のせいじゃないと思うけど。でもだんだん近づいてきてるってことだよね。今日もオーベムたちは見かけなかった。木の花の言う通り、このまま村にいた方がいいのかな。でももしもここに来たら、その時は OK、 またセーブ来ましたね。オーベムたちはだんだん迫ってきてるのか。次の朝、おはようございます。ぐっすり快眠でございますよ。この花、おはよう。チコリタ、今日もお出かけか。気をつけていくんだろ。ありがとう、いつも心配ありがとう。チコリタおはよう。おう水五郎、今日も頑張ろうね。あれ、昨日あんな落ち込んでいたのに今日は元気だね。チコリタ、後で相談したいことがあるんだ。お、相談。うん、昨日の夜いろいろ考えて思ったことがあって、とにかく後で話すよ。とりあえず今日も調査団見習い頑張ろうね。なんだろうね、後で話す。まあいいや、とりあえず調査団見習いのお仕事をしていきたいと思いますのでね。今日は何のミッションしようかな。おーおーおお、すごいポケモンいる。リンゴマじゃないか。進化するのはやめといた方がいいと思うよ。なあ、俺みたいになっちゃうんだぜ。私やっぱり進化したい、姫グマ。確かにね、進化したらもうただのクマになっちゃうわけだからね。マスコットキャン感ゼロになっちゃうわけだからね。誰も近づこうとしないよ、本物のクマだもん。何をやろうかな。お、なんだ、バリアードのミッションか。お悩み、つぶやきを見る。ライバルチームで早く取り返して、レパルーダスから、人気のリボンを取り戻そう。新しい300、2の F。おー、やっていこう。討伐ミッションだね。おっしゃおっしゃおっしゃ。討伐ミッションやっていくぜ。これもちょっと簡単だけどね、難易度は1ですから。うん。新しい300。で、今日はどうしようかな。ニャスパー連れていこうか。ニャスパーで OK かな。いや待てよ、ニャスパーで OK、 討伐ミッションですけど、まあニャスパーも非常に強いんでね、そこまで相手も強くないと思うんでいけるでしょう。よっしゃ、行くぞ。おっと、いきなりポケモンに囲まれているぞ。なんちゅう状況だよ。ランブルから倒そう。あいや、あいやの、突進が強い、突進が強い。はい、水五郎も攻撃して。そっち、そっち行くの。俺必死に頑張ってますけどね。俺必死に戦ってるよ。24、あかんねえ、死にかけてる。のの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 、光合成、光合成、光合成、体力回復、セーフ。OK。あいや。ダンバルを倒すんだ。突進の連発で来てるよ。ニャスパーピンチ。OK。自分の突進の反動のダメージで死にやがった。情けないやからだ、あいつは。ふっはっは。バカだねー。しゃ。おっと、リンクルか。じゃあ、ラピスか。抜群ヒット。よっしゃ、これ、ノーテンリングルはめとこう。よし、いいぞ。おっと、なんかポケモン来てる？どこいんの？見えない何かに攻撃してるけど。倒した？ちょ、見えない見えない。どこにいんだどこにいんだ。水五郎チェンジしよう。水五郎チェンジ。水五郎カモン。カモン。倒すよ。不安でか。水鉄砲。はいや。OK、討伐完了。チコリタ。行こう。ドジョッチじゃないか。葉っぱ買った。はいや。効果は抜群だ。60、いいね。おう！さっき拾ったラスピのおかげ、ラピスか。ラピスのおかげで結構いいダメージ入ったね。効果抜群ヒットのあれ取ったからさっき。あら、どこにあるんだ？次のダンジョンは。あれららららら、下行こう。あったあったあった。しゃ、この先にいるからね。ほう！討伐ですから倒していかないと。アダッサミク、2の F。おー、来たよ！えい！探したレパルダスを発見。よーし、任せろ。同じ調査にやってきたニャルマたちと出会った。あー、そういうことね。先にやっつけてってことだ。おーっと、待て、ザコがいろいろたくさんいるな。おー、強いじゃないか。ちょ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 、嘘でしょ。めっちゃ強くてびっくりしてるんですけど。俺の見つかえ。いきなり水五郎ピンチだぞ。たかがつつくん、どんだけのダメージ食らってんだよ。
うわー、特攻がガクッと下がった。あかんあかん、地震、ちょ、みんな死にかけてるんですけど。あ、これ強いポケモン連れてきた方が良かったね。ニャスパーじゃなくて普通の連れてきた方が良かったわ。あかん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 、地割れ、いかん、やられた、強すぎる、なんだこいつら、いかんいかんいかん、これ一回諦めましょう。ダメだ、ボーマンダーとかリザードン連れてきた方がいいね、これ間違いなく。うん、いや、いいや、つかない。うん、よっしゃ、はい、ボコボコですよ。強すぎるわ、あかんあかんあかん、ぶわー、もう使わなくていい、使わなくていい、ポチ復活の金勝手に使うなよ、いらんいらんいらん、使わなくていいんだよ。あー、腹立つ、もう使わないでくれ、プチ復活の種は使わなくていい。いや、いいっつってんの、拒否させてよ。もう失敗したい時あるじゃん。なんで拒否権ないの勘弁してよ。こんなただただ、使いまくってるだけじゃん。ちょ、いい、もう蘇らなくて、なくていいで。はい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 。もういいっつってんの、使わなくていい。強制的に使う理由がないでしょ。ちょ、もう勘弁してよ。このミッション失敗したね。やっぱ強いポケモン連れてくるべきだった。そういう次元のミッションじゃないけどね、これ。うん、諦める、諦める。前回の記録からいいんだよ。あ、待て。諦めよう。もう、ダンジョン自体は諦めよう。うん。あ、そうか、手持ちのお金なくなるのか。あ、じゃあ前回の記録からでいいや。このミッションはやめておきましょう。うん。もう最悪だよ、本当にもう。なんでこんな強い。難易度1とか激嘘じゃん。難易度3くらいあるでしょ。何これ。これ難易度詐欺あるよね、このゲーム。難易度1でボーマンダーとの対決とかあったからね、ふざけてるとこあるよ。失敗したわ、もう難易度絶対信用しない。何これ。あのボスポケモンより強いじゃないですか、他の奴らがね。おかしな話でしょ。一回もあのレパルダス、あいつの攻撃してないからね。なんちゅう話じゃっちゅう話ですけどね。もう一回やり直しです。とりあえずこのつながりは一旦置いときましょう。現段階ではクリアできないのでね。他行こう、他。これ何？僕の秘密のヨーテリのお悩みだね。僕のヨーテリと一緒に鍵の扉を一緒に調べよう。いや、難易度3無理だね。ごめんね。君のお悩みはどっちでもいいや。海竜を。何？海竜を倒すの？つぶやきを見る。海竜のところに一緒に行こうとのことだね。嘘んでしょ。難易度は2か。2は勘弁願いたい。ライチュウは何？ライチュウのお悩みは何なの？つぶやき。いや。ライチュウと一緒、ライチュウの宝物を探してあげようとのことだね。これは簡単でしょう。これはいけるでしょう。さっきみたいにクソみたいな難易度じゃないと思うんでね。難易度1とかも完全に嘘だわ。どこが難易度1なのかぜひ説明していただきたいよ。今回は簡単だよ。もうライチュウとその、探すだけだからね。メンバーはもうさっきと同じでいいでしょう。討伐ミッションではないので。ストーンフィールド 1F。 うん、今回ライチュウもいますからね。太いな、ライチュウ。でかいし太いわ。でかいし太いんだ。おお、麻痺して技が出せない。英雄討伐完了。横になんかポケモンがいるが無視でいこうか。よし、いいぞ。横、おお、寝てるね。起きて。葉っぱかった。たく、おお、めっちゃポケモン来とるな。なんだこれ、ポケモン来すぎじゃない。はいや、30いいダメージ。メリープもいるね。あれメリープだよね、これ。メリープどこに行く？おお、次のダンジョン見つけたよ。鳴き声で防御力を下げてきた。攻撃か。電磁が、オーマイガー！麻痺して技が出せない。じゃあ強さ元戻ったったわ。しかし麻痺は治らないからね。あ、麻痺治るのか。マジで？しゃ。やめろ！電気ショックはやめろ！あー、また麻痺して出せない。オッケー、討伐完了。えいー。しゃ、次行こう。2の F にありますからね。ストーンフィールド 2F。うん。ライチの宝物があるフロアに到着した。あ、おいえ。隣にライチを連れて行けば OK だね。おっと、いきなりたくさん来るギバゴがいるじゃない。あ、いや。なんだこのさっきと全然違ったほのぼのミッションは。ほんとさっきの何だったんだろうね。さっきのあれ何だったんだ、意味がわからないよ。俺の身は置いとこう。いらねえな。どこにある宝物はどこにありますかって、ポンニータ。レッツゴー。いや、はい、討伐完了。おー、PBA だか。PBA だととか、俺これもう大好きだから。俺これしか取らないから。よろしく。何いらねえだろうな。リンゴだ。リンゴめちゃくちゃ持ってるわ。リンゴめっちゃ持ってる。意味がわからないね、あのリンゴの数。おっと、次のダンジョンの入り口見つけたが、ここには宝箱はないのか。宝物ね。はい。よし。困ったな。
あー、こいつややこしいポケモンだね。おー、ダメ、一発でやられた。うん、つかないや、いいや、いいや、いいや。うん、プチ活の種もったいないし。うわ、進化したし、うそんだろ？切り刻みに進化したよ。マジですか。93、あかん、これ絶対終わった。絶対終わった。ああ、終わりだ、終わりだ。これも最悪だね。なんで進化してんだよ。あ、絶対終わった、こんな。うん。しばらく道具が使えなくなった。嘘だろ？え、これ水五郎も使えないってこと？うん、とりあえず眠らしても、とりあえず宝箱取って逃げようか。あ、爆裂の種があるね。どけ。俺が行く。みんなで倒せ。いいぞ。いや、もう騙し討ちでそれだけ食らったらダメじゃん。ここがプチ復活の種だ。なんで急に強くなってんの？進化とか知らんがな。ライチュウもっとこっち近くに来いよ。なんでライチュウ来ねえんだよ。投げる、ほい。すごいダメージだ。えい、討伐完了。あぶねえわ、ほんとに。勘弁してくれよ。何急に進化してんだよ、っていう話だけどね。俺のみ。まさかのパターンだよね。交換だ。ただの種を捨てて、これを捨てて。はぁ、もうヒヤッとした。さて、早く探そう。またあいつ来られたら弱るからね。小またなも来なくていいぞ。あ、見つけた、見つけた。これだ。はい、オッケー。おー、今回も苦戦するかと思ったから、思ったんだよ。はぁ、もう何急に進化してんのだよ、本当に。それしか突っ込みがねえわ。急に強くならないで。えいゆ。あ、友達少な。ラルトス一匹だけじゃねえか、お前。この先まだ何かありそうですが。いやー、ここはね、脱出しましょう。まだ何かあるっつったってね、ちょっとチコリタがいなくなってるので。何かあるのは申し訳ないけどね。先に進むべきなのかもしれないけど、俺は逃げるよ。無理だ。怖くて先に行けない。チコリタ、お疲れさん。今日も一仕事終わったね。そういえば今日は後で話があるって言ったけど、なんだろう。うん。その話なんだけど、僕やっぱり、この村から出ることにするよ。みんなには黙って。今夜こっそり出ていく。おいおいおい。あまり良くないやり方なのは分かってる。でもそれしか思いつかないんだ。目指すはワイワイタウン。そこに行って調査団になるつもりだ。僕だけでも行くつもりだけど、チコリータはどうする？僕はチコリータと一緒に調査団をやりたい。調査団見習いをずっと一緒にやっているからっていうのもあるけど、チコリータと一緒だとなぜか力が湧いてくるんだ。どうかな、チコリータ。一緒に来てくれるかな？いいとも。いや、ここはね、拒否るわけにはいかんでしょ。ここまで言われたらね。ここまで言われて拒否るってもう友達じゃないからね。はい。オッケー。ほ、ほんと？みんな黙っていくのはあまり良くないけど。それでもオーブムたちのことを考えたら、やっぱり出ていくしかない。ただ、その後、当てはないし。だったら水五郎と一緒に自分も目指すよ。調査だもん。あ、ありがとう、チコリタ。じゃあ早速帰って、旅の支度を済ませよう。そして夜遅くなったら家の前で落ち合おうね。じゃあね、チコリタ、バイバイ。チコリタ、頑張ろうね。わかってるよ。声がでかいわ。今全部聞こえてんじゃねえか。あれ？また見られていた気が。また？誰もいない。なんか変な感じだけど、まあ、いいか、いいんかい。そんなノリでいいんかい。夜になってからだいぶ時間も経ったかな。そろそろ出発しよう。この花、いろいろとありがとう。黙っていくことになってしまってごめん。よし、窓の外に出ますか。はいだ。抜け出すんだ、こっそりと。よし、行こう。この花、今までずっとかくまってくれて本当にありがとう。グッバイ、この花、また会う日まで。俺はもう帰ってこんぞ。おう、水五郎。よし。そうだ、村を出る前に大きな木のある丘に行ってみない？見納めしておきたくて。お願い。OK、わかりましたよ。大きな木。どっちから行くんだっけな、大きな木は。こっちからであったっけな。おっしゃ、水五郎早く来るんだ。水五郎は夜が苦手だからね。置いていっちゃうぜ。
この景色見ておきたくて。とうとう村を離れるんだね。僕おじいのことはもちろん大好きだし、学校のみんなも先生たちも好きだし、景色も綺麗でいいところばかりだし、だからいざ離れると寂しさが込み上げるけど、でも行かなくちゃ。夢に向かって。チコリってありがとう。もう迷いはない。行こう村の外へ。急にイケメンになったな。村の外へ行こうとのことだね。よし、村の外はこっちからじゃないな、あっちから出るんだね。これでも本当に行けるのか。急にオーブムたち出てきそうだけどね。おっと、ここでまたムービー来たね。チコリだ、行くよ。旅だと。行きます。待って、しきじかじゃないか。え、みんなどうして。見送りに来たの。見送りに。は、2匹揃って夜逃げかよ。まあでもこんなことだろうと思ってたけどな。何カッコつけたこと言ってるのよ。ニャスパーが教えてくれてみんな初めて知ったんじゃないの。あ、ニャスパーが。ごめんね、この間から2匹の行動が妙だと思ってたから、ちょっと後をつけさせてもらっちゃったの。2匹とも頑張って。寂しくなるけど僕応援してるから。ヌーメラ、もちろん私も応援している。体に気をつけて頑張ってね。夢があるってちょっと羨ましいぜ。頑張れよ。しきじか、ちょぼまき。私も応援している。頑張って。まあなんだ、俺も応援しているからな。だから頑張れよ。ありがとう、ヤンチャム。ニャスパー、ヤンチャムも。みんな、ありがとう。正直2匹だけで出ていくつもりだったから、見送ってもらえて嬉しいよ。私たちだけじゃないの。え？ほらよ。これは、村のみんなからの手紙よ。村のみんな？ごめん、大人たちにも話しちゃったの。大人たちも素直に見送りに来りゃいいのに。これがメンツってやつなのかな。私は優しさだと思うけどな。こっちからすらめんどくせえ気もするけど、まあ読んでみろよ。水五郎は大人たちからの手紙を読んでみた。昔からわがままなんだよ水五郎は。でもやりたい夢があるのは羨ましいぜ。ハスブレロから。食いすぎには気をつけるんだぞ。元気でな。ラッタ、雑だな。寂しくなったら、砂ブシューンって村のことを思い出してね。ヒポポタス、そんなあったんだね。みんな、大人に子供の夢は潰せません。頑張ってください。ヒヤッキー、あ、校長先生じゃん。まあなんだ、そのたとえ問題児でも、頑張れば問題ないかと。というわけで頑張りなさい、ミルホック。教頭先生も頑張ってね。水五郎とチコリータならきっとできる。多分ね。から先生、昨日2匹の話を聞いた時はびっくりしたけど、でも打ち明けてくれて嬉しかった。頑張れカモネギ。ネギからだね。ありがとう。頑張ってください。夢に向かって。暇なつ少なくない。学校も大事だけど、まあ目指すものを貫くこともまた大切よね。体にはくれぐれも気をつけて。頑張って。ロゼリア。みんなワイワイタウンにも私たちの店はあります。なので安心して頑張ってください。隠れよ。そこかい。心配は。可愛い子には旅をさせろって言うんだぜ。トゥートゥー、ルチャブル。勇気を持って進むんだよ。気をつけて、そして頑張って。ガルーラからだ。大人たちは聞く耳を持たないわけじゃなかった。ちゃんと見守ってくれていた。励ましてくれていたんだ。おじいからだ。お、おじいからも。水五郎、行け、行ってこい。みなぎる探求心を抑えられるものではない。そこまでの覚悟があるならば、最後までやり通せ、アバゴーラ。おじい、頑張るんだ、どっちこりた。お、この花からも来たね。たまたま出会ってオラの家に暮らすことになったが、チコリータとの生活はとても楽しかっただど。心配は尽きないが、オラも応援している。元気でな、この花より。感動やね。僕の目にも涙が溜まってますよ。この花。うー、みんなありがとう。僕たち頑張る。絶対に頑張るよ。みんなも元気でね。よし、みんな行ってきます。しばらくさようなら、穏やか村。グッバイ、頑張って、気をつけて、元気でね。いや、感動やね。まさかこうなるとは思わなかったよ。こうしてチコリータと水五郎は穏やか村を旅立ちました。山を越え谷を渡り、何日もかけて遥か東にあるワイワイタウンを目指したのです。
これで終わりになりますね。いや、非常に心を温まる。あんだけ反対してたけど、こうやってね、許してくれる。まさかポケモンのゲームでね、感動するとは思わなかったよ。僕の目にも涙が溜まってます。皆さんの目にはどうでしょうか？涙は出てない方もいるでしょうね。まあ、出てる方ももしかしたらいるかもしれない。出てない方の方の方が多いと思うけどね。はい、というわけで今回の実況はこれにて終わりだ。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。